おはようございます。2022年1月28日金曜日朝6時45分です。いや、相変わらず波ないっすね。地形の方も微妙です。天気の方は晴れ、気温の方は3度、風の方は微風ですね。北西風、ちょっと西っぽい西北西ぐらいですかね。はい、今日も相変わらず鳥が飛んでおります。というわけで、一旦週末の波予想の方を入れてからまた概況の方を説明しようかと思います。説明というか予想しようかなと思います。というわけでどうぞ。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。今週末もかなり厳しいですね。厳しいですけど、強いてなら明日の朝、ちょっとうねりが西なんすけど、ちょっと南っぽく、西南西ぐらいのうねりがちょこっと入るかなぐらいなのが見えるんで、そこぐらいかなって感じです。で、日本海の方も多少波はあるんですけど、そこまでなんかでかくはならん感じなんで、どこ行くのがいいのかな、湘南とか千葉とかっちの方がいいのかな、そんな感じはしますね。でも千葉かな、これ、ね、日本海もある、全くないわけじゃないですけどね。日本海か。静波ウェーブプール行きましょう。というわけで、朝の波状況と週末の波予想を終わっていこうかなと思います。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。